1月5日1日の取引を終了しました。日経平均株価は小幅反落しました。最もトピックス時価総額ベース東証株価指数はプラスの 1.2 ポイント上昇、1.2 ポイントのプラス、 JPX 日経400も11ポイントのプラスということでして、日経平均は小安く終わったのですが、トピックスなどは続伸ということでして、高安まちまちという指数の内容です。東証一部値上がり銘柄数を見てみますと、全体の約 49% を占めます979銘柄と、これに対して値下がりが約 43% の863銘柄ということで、値下がり銘柄数よりも値上がり銘柄数の100銘柄以上多かったということでして、このあたりがトピックスや JPX 日経400の上昇に結びついているということが言えます。日経平均株価がマイナスになりましたのは、やはり値傘のところ5番に入りまして、為替が円高方向に今日は推移したと。1ドル116円台前半まで円高が昨日と比べと1円以上円高が進んだということなどを受けまして、輸出関連株などに売り注文が増えて、5番には株価指数先物にまとまった売り注文が出て、日経平均株価一番安いところ午後2時過ぎに100円以上下げる場面もありました。ただそれ以降は押し目買い買い戻しなどで下げ幅を縮めて、結局引けは73円安という水準にとどまっております。売買代金は2兆4350億ということでして、そこそこのレベルになったと。売買高も20億株を超えまして、20億4600万株という水準でした。規模別で見ますと、大型株指数と小型株指数がプラス、それに対して中型株指数がマイナスということで、このあたりを見ても高安まちまちだったということが見て取れる内容です。で、昨日の海外は高安まちまち、アメリカはしっかりでしたが、それ以外積極的な手がかり材料乏しい中で、為替相場が円高方向に触れたと。円高ドル安1ドル116円台前半まで触れたということが売り圧力になって、自動車株あるいは電気株の一角など輸出関連に売り圧力になったということでしたが、やはり先高感の強いマーケットの見方から資金流入が続いて、主力株などの下げ渋る動きになったというのが今日の一日でした。全体高安まちまちでしたが、上げた方で目立っていたのはソフトバンク9984でした。でこちらは今日は終値約 2% ほど上げておりまして、8153円で取引を終えました。こちらは水準的には去年の12月15日の高値を抜いて昨年来高値更新、もう少し遡りますと2014年11月以来2年2ヶ月ぶりの高値水準まで上昇したというのが今日の動きでした。でここのところ、今日のところは為替が円高に触れたということもありまして、 NTT ですとか KDDI ですとか通信株を見直す動きが全般に広がって、その一環で買われたと。それとトランプ次期アメリカ大統領と孫正義社長が12月に会談して以降、やはりアメリカのトランプ政権下での業用拡大への期待感が引き続き買い材料になっているということで、今日あたりソフトバンクにまた資金が向かったという側面がありました。他に上昇していた銘柄としては、ストップ高になりました前輪東証一部の9474、こちら結局ストップ高で取引を終えております。でこちらは4日、アメリカの半導体大手であります NVIDIA と協力して自動運転車のための日本の高精度3次元地図データシステムを開発するという発表が行われておりまして、これが手がかり材料になったということで、急騰したと。今日は全般相場は高安まちまち上値の重い展開ともなりましたが、中小型株材料の出た銘柄ですとかテーマ性のある銘柄には引き続き資金が流入したということでして、2部指数ジャスダック平均マザー指数なども3日続伸、非常に堅調な動きとなっておりました。以上東証アローズから今日のおびけの模様をお伝えしました。